天保長銀天保長銀とは、天保8年11月7日から鋳造が始まり、同12月18日より、通用開始された長銀の一種で、表僚貨幣である。保持長銀とも呼ばれる。また、天保長銀及び天保豆板銀を総称して、天保銀あるいは保持銀と呼ぶ。表面には、常、税及び、上ただし、宝の文字に加えて両端に、計二箇所の、 孤児の極印が打たれている。また十二面の大黒像を打った十二面大黒長銀は、上納用あるいは衆議用とされる。文政年間の吹き替えによって得られた出目も、依然として続いた徳川家成による写死に次え、加えて天保四年頃から起こり始めた、天保の大飢饉は、幕府の財政を、さらに困窮させた。この財政難の解決策として出目獲得により、 幕府の蓄財を増強するために、天保八年に新たに一分銀を制定するなど、小判を含め貨幣の品位の低下を伴う貨幣の全面的な吹き替えが行われた。この吹き替えに伴う小銀に対する引き替え増付は以下のように定められ、天保十三年八月二日には小銀を通用停止とし引き替えは翌年十月限りとの触れ書きであったが、 その後再三にわたって期限は延期されている。安政2年11月には、小銀の引き換え増付を以下のように引き上げさらに引き換えに尽力を注いだ。この吹き替えによるデメにより江戸城を金蔵に、金銀奮闘を蓄えることができたが、それは一時的な方法策に過ぎず、物価の高騰などの弊害を招き、天保の改革の趣旨に反することから天保14年8月17日に、 水野忠国の命により、保持金銀の鋳造が一時停止された。しかし、翌年9月13日に、財政再建のため保持金銀の鋳造が再開された。文政年間までは、比較的物価は安定していたが、天保年間に入ると基金に加え、貨幣の岩有銀量の低下の影響も現れ始め、また、名目貨幣である、係数貨幣の流通量が増大したことから、 物価は高騰した。また銀貨は大量に発行された一分銀などの係数銀貨が大きな比重を占めるようになり、表量銀貨は流通量、重要性ともに低下していき、銀目取引は反殺などにとって変わられることになった。天保9年に金1両イコール銀59問目前後と銀相場が高騰したことから、これを抑える目的で、 共量貨幣の増員を図るため、店舗10年8月2日に銀含有量を23%に引き下げるという計画もあったが、廃案となっている。保持銀の含有銀量を1両あたりに換算すると、分製難量に主犯1両の含有銀量にほぼ等しく、このような含有銀量の劣る名目貨幣が先導して、その後の本位貨幣的な超銀の含有銀量が、 決まるという現象は、文政長銀、安政長銀、その他小判海中の時でも見られる。慶応4年5月9日の銀目廃止をもって、通用停止となった。天保豆板銀天保豆板銀は、天保長銀と同品くらいの小額貨幣である、豆板銀で、宝から文字及び、保持を中心に抱える、大黒像の周囲に小さい、保持が周り配列された極員のもの。 周り法を基本とし、また、保持が集合した、軍法、大文字の保持極印である、大技法などが存在する。旧貨幣表によれば、規定品位は、儀26%、銅74%である。明治時代、造幣局により、江戸時代の貨幣の分析が行われた。古賀による保持銀の分析値の結果は、以下の通りである。雑文は、ほとんどが銅であるが、 少量の鉛などを含む、蘇生は、渋一と呼ばれる、銀銅合金に近い。旧貨幣表によれば、長銀及び豆板銀の合計で18万2108巻である。また、店舗の改革による、店舗14年8月17日中造一時停止時までの中造工は、金銀行によれば14万8041巻、余りである。 吹き替えにより、幕府が得たデメは、天保14年8月17日までの段階で28,160巻であった。銀座の鋳造手数料としての分1人は、鋳造工100巻目につき分世期より500目減じて3巻目となった。後の天保14年には2巻700目まで減額された。ありがとうございます。